どうも、岸です。今回はですね、スイングをね、少しでもかっこよく見せたいと。はい。僕も、悩んでるっていうか、まあ、少し直していこうかなと思って、まあ、肘がちょっと曲がった感じで、やっぱりこう、使ってしまうと。ね。これってね、本当に、この、僕はもう曲がったやつを伸ばしながら打って、こう、ね、こう、叩く時のタイミングとしてパワーとして結構使ってた時もあるわけですね。だからまあちょっと肘がちょっと曲がったとしても結構いい球っていうかね、強くもう打てます。それであんまり困ったこともないんですけど、まあせっかく今ねこう大きな回転のスイングをね一生懸命自分も練習してる最中なんですけど、それをするためにはやっぱり肘がちょっと伸びる方が、まあ、回転の、そうですね、距離感っていうのが触れにくいんじゃないかと思って今からチャレンジしていってるんですけど、そこをねやっぱり肘が曲がっちゃうよっていう方いらっしゃれば、まあ、一緒にね直していこうじゃないかと、はい。ここにはね一つポイントがあります。その直すポイントとしてはですね、やはりね少しこう右足に左足にっていうねこう二軸ですね、もう僕も少しこうちょっと右足に乗って左足に乗ってっていうこういう移動の感覚で以前ね少し練習はしていたんで、まあ右に乗った時にやはりこういう感じでバッティングじゃないですけど少し肘が緩めてこう動いてたんですけど、今回直すポイントにあたっては左足の軸の中でこう回っていくと、はい、一軸っていうことが、まあ、一つの課題ですね。だから腕を伸ばすのに必要な要素としては、まあ、一軸をイメージしていただくと。なので左足の上でしっかり触れる流れでグッと上げる。だから右に移動しながらだと縮む。この縮んでいるところは左足の軸に戻すと結果伸びてくることになるんですね。なんか左足の上でこうしっかり腕が伸びる状態から回転、腕が伸びる状態から回転、ね、なかなかちょっとまだインパクトでヒットするっていうのはなんかちょっと手先のね感覚っていうのはもう全く出なくなるんで難しいかもしれないんですけど、もう回転してで伸びて軸がずれてないってことで戻るってことですもんね。こういった形で、まあ、ハーフショットでも、スリークォーターでもいいですから、左足の上からこう振り上げる。ただ、やっぱりこう、乗ろうかな、伸ばそうかな、当てにくいな、じゃなくて、できればフォロー。フォローをちゃんと左足の上に乗ってから、こう、上げていく。左足の上から、上げていく。これができると、どうだ伸びたんじゃないでしょうか。また曲がっていくかな、まあ、ちょっとね少し曲がっていくのは僕の癖もあるんで、できるだけ右に乗ってこう伸ばすともうダフりそうな感じがしてしまうので、できるだけ左の軸に対してね、だいたい軸っていうのは左足の股関節の内側ぐらいに入っているわけ、ここに対して、まあ、一歩出て、ね、回る時でもここの軸に対して戻してくる。だから当てて狙うっていうよりはこの軸に対してもう戻ってくる。だからこそこれに対して縮めると回せなくなってしまうので、大きいまんま回すためには左の軸に対して手をできれば伸ばすと、一本の軸でこうなんか回ってる感覚ですよね。そうするとまあ戻せるだけなんで、当たるっていう感覚は手が伸びてても合わせる必要がないと。早く振ろうかゆっくり振ろうが、左の軸に対して腕が伸ばせるポイントが出てくる。そこをねちょっとヒントに練習していただきたいなと、はい、思います。さあなかなかねどうだろうね、肘ってね別に曲がったって言ってんだけど、ね、伸びてる方がやっぱり最後ねかっこいいですよね。そう、左の軸に対してないでしょうか。たまにね本当に左足の上の軸でしっかり打ちたいんで、まあ、こうやっといてここからパッと引いて
ここからハッと引いて、こういうなんかここからの繰り返しでこの伸びた形でも反動で打てますよ、ね、手先で打たないですよ、体の回転で打てますよっていうのも一つのヒントになるので、こういう練習もしてみてはいかがでしょうか、ね、はい、なかなか僕なんかも何十年と作った癖なんで、はい、もうね、これが今からシニアに向かって腕が伸びるとちょっとかっこいいんじゃないかなっていう期待があります、ね、ぜひ、皆さんもね、こうもう無理かなっていうのは諦めではなくて、ね、いろいろチャレンジするその気持ちもね、あのゴルフにも大事なんで、しっかりと一緒に練習していきましょう。どうぞ。